セガサミーフェニックスの東條リオプロ。美しくもあり、可愛らしくもある顔立ちと、高身長でスタイル抜群の体を持つことから、ミスパーフェクトというキャッチフレーズを持つ大人気女流雀士です。今回は、そんな東條リオプロについて、大雑把に解説していきたいと思います。では、早速見ていきましょう。東條リオプロは、1990年9月18日生まれ、秋田県潟上市出身の33歳です。血液型は O 型で、身長は168センチですが、靴のサイズは意外と小さく23センチです。スリーサイズは上から82、58、85とお尻の方が大きいタイプです。東條リオという名前は芸名で、1500% の東條彩から東條を取ったと説明することが多いですが、実は銀玉の東條歩から取っています。名前も銀玉から取ろうと思ったそうですが、パッとわかりやすいのは漢字の名字にひらがなの名前だと東條プロは考えた結果、銀玉は漢字の名前ばかりだったので、大好きなパチスロ、リオパラダイスからリオを取りました。本名は和名感が強く、うちのおばあちゃんと同じと言われることが多いそうです。この本名は東條プロの家系でいろいろな事情があって付けられた名前らしく、東條プロはすごく好きな名前だそうで、本名をバカにされるのがすごく嫌だったため芸名にしています。父親はサラリーマン、母親は中学校の国語の教師、三人姉妹の末っ子として生まれた東條プロは、割と自由に育てられたそうで、小さい頃は猛吹雪の中でも短パンで駆け回っている元気な子でした。東條プロは、とにかく朝が苦手で幼稚園に入ってもスクールバスの時間に間に合わず、遅刻することが多かったそうです。バスに乗れないと父親に車で送ってもらうため、父親も会社に遅刻してしまうことが多く、かなり迷惑をかけてしまいました。この遅刻癖は麻雀界では有名な話で、今でも時々東條プロの遅刻が SNS を賑わすことがあり、ミスパーフェクト唯一の欠点と言っても過言ではないのかもしれません。そんな東條プロの初恋は5歳の時で、相手は智也くんという男の子で、一目惚れだったそうです。秋田はイケメンが多く、かっこいい男の子がとにかく今も昔も東條プロは好きなんだそうです。智也くんには小学校6年生まで片思いをしていたそうですが、今となっては黒歴史と自分では発言しています。この頃を振り返り、東條プロは次のように語っています。猛烈アタックしたんですけど、めっちゃ嫌われていました。休み時間に見に行ったり、何度も家をぼーっと眺めたり、年賀状にめちゃくちゃ好きって書いたり、野球の練習を見に行ったり、シンプルにキモいと思われていたと思います。この初恋は智也くんが中学校に進学して坊主になったことで一気に冷めてしまい、サッカー部の子を好きになったことで終わりを迎えました。そんな幼稚園時代の夢は、キャメロン・ディアスになることで、将来は歌手やモデルを夢見ていました。小学校に入学しても活発な子だったそうで、当時を振り返って東條プロは次のように語っています。授業中も走り回るし、先生と喧嘩もするし、本当にやばかった、イカれてましたね。ほぼ男の子みたいな扱いで育ったんで、小学校5年生ぐらいまでは男友達とばっかり遊んでいましたね。運動するのが大好きでバスケと水泳をやっていました。東條プロは小さい頃から走り回っているだけあって、小学校の中で一番足が速かったそうです。そんな小学5年生の時に東條プロは麻雀と出会います。父親が麻雀好きで、家のパソコンにオフラインの麻雀ゲームが入っていました。東條プロは麻雀がやりたかったというより、パソコンが物珍しく、パソコンを使いたくて麻雀ゲームをやってみたことが始まりでした。ルールを教わったわけではなかったため、やりながら雰囲気で覚えていったそうです。中学校に進学すると足の速さを活かして陸上部に入部します。100メートルの自己ベストは13秒級だったそうで、中学校でも足が一番速かったみたいです。とにかく体を動かすことが好きだった東條プロは、運動しすぎなぐらい運動をしていましたが、受験シーズンに転機が訪れます。今までずっと運動していたところに、
受験勉強で全く運動をしなくなったことで、逆に体に負担がかかってしまい、肺気胸になってしまいました。この時に肺の2箇所に穴が開いてしまい入院することになりましたが、退院したその日にもう一つ穴が開いてしまい、再入院するなど1ヶ月ほど入院生活を送ることになります。この病気の後遺症は、この後の人生にも関わってくるところではありますが、運動が制限されるなどスキューバダイビングやスカイダイビングは控えるように医者から言われています。東條プロといえば、リオミンチャンネルで美声を披露しているだけでなく、最近はバンドドローイングのボーカルを務めるなど、歌が上手いイメージですが、ボイストレーニングやカラオケなどもやりすぎると肺気胸が再発する可能性があるので、歌うときは肺に負担をかけすぎないよう意識しているそうです。この頃の麻雀の方はというと、世間的にインターネットが普及し始め、東條プロの家にもインターネットがつながるようになります。そのため、今までオフラインで麻雀ゲームをして遊んでいましたが、ネット麻雀をやり始め、オンラインで対戦して遊んでいました。そんな中学生の頃の東條プロの勉強の方はというと、数学だけは成績が良かったそうですが、これについて東條プロは次のように語っています。数学の先生が面白く、すごくいい先生で、陸上部の顧問でもあったんですよ。でも基本的に授業中は寝ていることが多く、テスト勉強は一夜漬けで、数学は公式さえ覚えればできるんでなんとかなったんですけど、英語は全然ダメでした。英語は興味がそもそもなくて、一夜漬けで覚えようとしてもわけがわからなくて、覚えようがないってなって、成績は異常に悪かったです。そして、高校受験では、陸上部の一つ上の先輩たちが進学した高校を東條プロも受験しますが、不合格となってしまいます。テストの点数は悪くなかったそうですが、東條プロは陸上部の先輩たちがやらかしたことを聞いていたため、そのことが関係しているかもしれないと思ったそうです。また、面接時に感じが悪かった可能性もあるとも分析していました。こうして、志望校に落ちて滑り止めとして受かっていた高校に進学することになります。高校では病気のこともあり、帰宅部になってしまいましたが、病気の後遺症からか、何をやっても疲れるようになってしまいます。学校に行くのも疲れる、そもそも起きるのも疲れる、とやる気が徐々になくなってしまいます。この時のことを東條プロは次のように語っています。それでも1年目は頑張って学校に行ってたんですけど、学校が家から遠いし、行きたい学校でもないし、目的も目標もないし、何もやりたくない、この学校わざわざ行く必要ないなと思って、学校には行かなくなりました。そこからは、ずっと友達の家に泊まって、朝からゲームや麻雀で遊んでいて、1年生の終わりにそのまま学校を辞めるつもりだったんですけど、2年生になったら修学旅行に行けるよ、と言われて、じゃあ修学旅行だけ行くかって参加して、帰ってきた後にすぐに辞めました。高校を中退した東條プロですが、この高校生時代にリアル麻雀を始めたそうです。この時のことを振り返って東條プロは次のように語っています。秋田の冬は極寒だから、冬は子供たちの間で必然的に室内ゲームが流行るんですよ。それで高校1年生ぐらいの時に、周りで麻雀がブームになって、友達の家で集まって打つようになりましたね。手積みで売っていたんですけど、麻雀が打てると言っても、1000点、2000点、万貫、100万ぐらいしか点数計算できなかったんですけど、すごく楽しくて、初めて上がった100万は数あんこで、その後すぐに地位法を上がりました。東條プロは、自分は運がいい、と常に豪語しているだけあって、リアル麻雀を始めてすぐに地位法を上がってしまうのは、本当にそういう星のもとに生まれたんじゃないかと思ってしまいますが、東條プロ曰く、二重生命線でソウルナンバー1だから強運なんです、とオカルトを語り出すといくらでも話せるみたいです。こうして、中退後は芸名の由来にもなったリオパラダイスを毎日打って、時々友達の家で麻雀をする生活を続けていましたが、一生に一度は東京に出てみたいという思いが強まり上京することにします。小さい頃からタレントに憧れがあったため、スカウトされる目的で竹下通りにプラッと遊びに行くことにします。
一番最初にスカウトされた人についていって、その事務所に入ると決め打ちして原宿の竹下通りを歩いていると見事にスカウトされ、芸能事務所に入ることになります。モデルデビューを目指してウォーキングのレッスンを受けたりしていましたが、お金がなかったため事務所の手伝いもすることになったそうです。こうして、デビューを目指して頑張るぞという時に事件が発生します。一度荷物を取りに実家に帰っていると、秋田県警から電話が入り、事務所の社長が逮捕されたことを聞きます。東条プロも事務所の手伝いをすることになっていたため、社員名簿に名前が載っていたため取り調べを受けることになってしまいます。東条プロは訳がわからなかったそうですが、社長が女の子に手を出したことが逮捕の原因だったそうで、危なかったと当時を振り返っていました。こうして事務所がなくなってしまい途方に暮れることになりますが、芸能界への夢が捨てきれず、モデルを目指してウォーキングを習っていました。しかし、お金がとにかくなくカツカツの生活をしていました。時給も高く、好きだったパチンコのアルバイトは、年齢制限に引っかかり雇ってもらえず、時給の安いスーパーのアルバイトで、早く18歳にならないかな、と繋いでいたそうです。パチンコのアルバイトができるようになっても、お金がないことには変わりなく、次第にアルバイト中心の生活になっていきました。そんな中、知り合いが渋谷で雀荘を始めることになり、聞くと時給も高くそのお店でウェイトレスとして働くことになります。そのお店は木原浩一プロが店長をしていたそうですが、プロしかお客さんの宅に入れないというルールがあり、東条プロは麻雀できるのになぁと思いながらウェイトレスをやっていました。そんなある時、リーチ後のダイソーで東条プロが代わりに打つことになります。この時に当たり牌を見逃してしまい、お客さんが絶句することがありました。これがきっかけで、ちゃんと麻雀が打てるようになりたいと思い、店長の木原プロから麻雀を教わることになります。そして次第に宅に入って一緒に麻雀を打ちたいという思いが強くなり、麻雀プロを目指すようになります。この時、木原プロが日本プロ麻雀協会に所属していて、プロ団体は日本プロ麻雀協会しか知らなかったため、そのまま日本プロ麻雀協会のプロテストを受けることにします。この時の東条プロは全然テスト勉強をしなかったそうですが、研修合格みたいな感じになったそうで、そのまま2012年にプロ雀士となります。ちなみに協会の同期には中野妙子プロとさつきまりこプロがいます。小学生から麻雀ゲームをやっていた東条プロでしたが、この時はあくまで麻雀もゲームの一つで、ゲームの延長みたいな感じで麻雀を捉えていました。そんな東条プロの麻雀感が変わる出来事が起こります。雀荘の勉強会に日本プロ麻雀連盟の山田博之プロが来て、麻雀を教わることになったのですが、ここで東条プロは衝撃を受けます。これがきっかけで日本プロ麻雀連盟に移籍することになるのですが、当時を振り返って東条プロは次のように振り返っています。とにかく教え方が上手くて、私の中にある麻雀に対する疑問をすごくわかりやすく砕いて説明してくれました。ここで麻雀にこんな楽しさがあったんだと改めて感じて、今までやってた麻雀とは全く別の考え方だなと思いました。最初はヒロさんだけかなと思ったんですけど、ゲストで伊藤有光プロや瀬戸熊直樹プロとご一緒した時にも、ああ、同じこと言ってると思って、伊藤有光プロには団体も違うのに同郷ということですごく良くしてもらいました。それでこういう人たちと一緒に麻雀強くなりたい、極めたいと思うようになって、すごく悩んだんですけど、移籍しようと思いました。あと前原雄大プロにも、今まで一番辛いことって何かありましたって聞かれて、私はないですって即答したんですよ。特に思いつかないし、苦労したって言ったらたくさんあるけど、それもあって今があるから別にそんな苦労は大したもんじゃないですって。そしたら前原雄大プロが、この子はめちゃくちゃ強くなる。この子は素質があるって思ってくれたそうで、裏ですごくフォローしてくれていたみたいです。こうして、日本プロ麻雀連盟に移籍するためにプロテストを改めて受けることになりますが、この時は死に物狂いで勉強したそうです。というのも当時の連盟のプロテストは制限時間が短いため難しく、合格率は低い時代でした。
そんな中、東条プロは見事に合格し、2013年に日本プロ麻雀連盟に入会することになります。移籍後は連盟がメディアに強く、放送対局に出場する機会も増えて、露出がどんどん増えていき人気が徐々に上がっていきます。2014年には麻雀ファイトクラブの投票選抜戦で3位に入るなど、ベスト3の常連になるほどの人気雀士となっていきます。また、カレンダー以外にもグラビアの活動で DVD を発売するなど、タイトルこそ獲得していませんでしたが、圧倒的な人気で連盟を代表する雀士にまで上り詰めます。また、井出康平プロの紹介でパチンコパチスロの仕事も受けるようになり、好きなことを仕事にできて本当に充実した毎日を過ごしていました。しかし、パチンコパチスロのお仕事で一回だけトラウマになる出来事がありました。それはある時、ゲストで天竜をぼーっと打っていると、急に両手で頭をぎゅっと掴まれて、そのまま頭にキスをされてしまいます。東条プロは本当にびっくりして、ただただ怖かったそうですが、それ以来後ろに人が立つことが怖くなってしまうほどトラウマになってしまいました。そんな人気絶頂の中、とある男性と出会い、すぐに付き合い、すぐに結婚とトントン拍子で世界が変わります。それまで結婚なんて考えたこともなかったそうですが、2018年に東条プロは結婚し、東京を離れ長野県軽井沢に移住するために一度麻雀から離れることになります。この時にプロ雀士を辞めようと日本プロ麻雀連盟の森山重和会長に挨拶に行ったそうですが、東条プロがプロ辞めますと伝えたところ、森山会長は今残っている仕事が全部なくなった時に辞めるかどうかは改めて考えろと言ってくれて、休会という形で席を残してくれました。実はこの時、ちょうど M リーグが発足され、東条プロの元にドラフト指名の話がありましたが、自分では力不足だと感じていたことと、結婚するという理由でドラフトを拒否したそうです。こうして、長野県と群馬県との県境の山奥で新しい生活をスタートさせます。周りに何もなく、移動するにも車がないと何もできないような場所で、自動車免許を取得したり、最初は新しい生活に新鮮さがあってよかったのですが、それに慣れると一日ずっとゲームしたり、漫画を読んだり、ぼーっと過ごす日々が続いていきます。テレビの選択権がなかったため、麻雀番組を見ることはなかったそうで、麻雀はアプリで時々やるくらいでした。それでも仕事は続けていいと言われていたので、時々長野から東京に通って仕事を続けていました。この時のことを東条プロは次のように語っています。ありがたいことに仕事を続けていいと言ってもらえたので、ちょこちょこ東京に行ってたんですけど、やっぱり長野から通うのは大変すぎて対局に集中できなくて、朝早く起きなきゃとか、渋滞したらどうしようとか、そういうストレスが多くて本当に大変でした。特に新幹線が異常に混んでて、自由席で満員状態で、これはありえないと毎回思っていました。こんな感じで長野での生活を続けていましたが、体調不良も重なり、麻雀から少し離れることになります。この時に人としても生きていないかのような感覚を覚え、次第に麻雀を打ちたいという思いが高まっていきます。この時のことを振り返って東条プロは次のように語っています。引きこもる生活も好きなんですけど、やっぱり麻雀が好きだなと思ったんです。麻雀の仕事をどうしてもやりたくなってしまったんです。新婚で急に別居するのも変な話ですし、どうしても仕事に復帰したいです。私も30歳になるし、やり残したこと、やりたかったことが本当にたくさんあるから東京に戻って私のやりたいことをやりたいって話し合いました。お互いのためにというより、私自身のためですね。このまま何十年もやり残したことをやれなかったなと後悔し続けて山奥で過ごすぐらいなら、本当に申し訳ないけど、戻りたいから離婚してください、って言いました。こうして2020年、長野での生活に区切りをつけ、再び東京に戻ることになります。復帰後に再び森山会長の元に挨拶に行くと、森山会長は、おお、帰ってきたな、と温かく迎え入れてくれました。今麻雀プロを続けていられるのも森山会長が席を残してくれたおかげで本当に感謝しているそうです。
そして、2021年2月に第15期、有冠富士杯麻雀女王決定戦の個人戦で優勝し、初タイトルを獲得します。さらには同年の8月に M リーグのドラフト会議にて、セガサミーフェニックスからドラフト指名を受け、ついに M リーガーとなります。ここでは、監督の発言から炎上したり、登場プロの実力を疑問視する声が多く、どちらかと言ったら向かい風という状況でしたが、登場プロは2年連続でプラススコアを残し、結果で否定的な意見を黙らせます。2023年12月19日、登場プロは初めて連投を志願して、見事に2回戦目にトップを勝ち取りました。実は登場プロのデータに、1回戦目はラスが多く、2回戦目はトップが多いというものがあり、登場プロは2回戦目に強いのですが、このことについて登場プロは次のように語っています。私は完全に夜型人間なので、夜は元気なので2回戦目の登板がいいんですよね。さらに座る場所がシャーチャカペーチャの場所なら、もっと元気ですよ。M リーグのルールで、1回戦目に出場する選手は、試合当日の午前中に選手登録の確認連絡を済ませる必要があるんですね。でも、起きられないんですよ。私にとって睡眠が大事すぎて、最低8時間はぶっ通しで寝たいんですよね。朝方5時、6時に寝て、14時くらいに起きるのが私にとって完璧なリズムなんで、午前中に起きる必要がある1回戦目は苦手ですね。そんな登場プロは、プロになってから心がけていることがあるそうで、それについて次のように語っています。結構切り替え早いよねって言われることは多いんですが、実は切り替えが下手な人間なんです。正直めちゃくちゃ引きずるんですけど、それは単に自分だけのことなので、それを人前で表情や態度に出すのがすごく嫌いなので、そこは心がけています。麻雀は勝った人が主役のゲームだと思っているので、負けたら脇役に徹したいです。自分の負け云々よりも勝った人を称えたいなっていう気持ちがありますね。そんな登場プロの思いが詰まった試合が、2022年11月8日の試合でした。この日の第2試合に出場した登場プロは、見事にトップを取ります。インタビューも笑顔で受け答えしていましたが、最後にインタビュアーの松本佳代さんが珍しく黒くなっていた髪型に触れると、登場プロは突然泣き出してしまいます。この時、登場プロは母親が亡くなったことを報告しましたが、登場プロが半月ほど M リーグに姿を見せていなかった理由がここにありました。これには実況、解説の松島桃プロと朝倉浩信プロも初耳だったらしく驚いていました。試合前の控え室の様子でも普段と変わらず明るく振る舞っていたので、おそらく一部の関係者にしか伝えていなかったと思われます。本当は切り替えがうまくなく、とても辛い状況だったにもかかわらず、人前で自分が悲しむ姿を見せたくないという思いで、毅然と振る舞っていたんだと思います。この時のインタビューで登場プロは次のように語っています。先日、母が亡くなりまして、すごくトップ取りたかったんです。本当絶対トップ取るぞってチームのためでもありますし、母のためにも、そしてすごいみんなずっと心配してくれてて、なんとかトップを届けることができてよかったです。チームこれから力を合わせて、このフェニックスというチームも家族なんで、みんなで力を合わせて頑張っていきたいと思います。登場プロのツイッターには2ヶ月ほど前に秋田に帰省していたことがつぶやかれていて、おそらくこの時が母親と過ごした最後の時間だったと思われます。今季 M リーグでは個人もチームも苦しいポイント状況ですが、お母さんにいい報告ができるように後半戦の巻き返しに期待したいですね。以上、登場リオプロについての大雑把な解説でした。なお、この動画には間違った内容や作成したおっさんの意味不明な想像が含まれているかもしれませんが、この辺は許してくださいね。よかったら、チャンネル登録もお願いします。